してねって言われて、してないって言ったら、あちょっと可愛い系で撮ってみてって言われたから、今日は可愛い系のね、あの格好とかアクセサリーとかメイクとか髪型をして撮ったんですよ。どうですか、今日は可愛い系、ちょっとね美しいって言われたの美しくないけどね、美しくないけど美しいって言われたから可愛い系はしました。はい、ありがとうございます。ねえねえ、ちょっとさ、今日は目頭がホワイト、え、当たり、今日はみんなに聞きたいことがあって、みんなバイトってしたことありますか？バイト、バイトってしたことある？なんか居酒屋でもアパレルでも焼肉屋さんとかお寿司屋さんとかありますか？いや、あのバイトしてみたくて、でもバイトできないから、自分でできないから、あのちょっとみんなにバイトエピソードを聞きたいなと思ってバイトエピソードを聞いて、ちょっと自分もバイトした気になりたいなと思って、なんか面白いバイトエピソードないの？いやマジでさ、バイトしてみたくて、なんかかっこよくない？ちょっと今から今日遊ぼうって言って、ちょっと今からバイトなんだって言ってみたいの、リハードも。韓国料理屋のお店やってました。かっけー、なんだそれ、かっけーじゃねえか、韓国料理屋さんだって。出勤3日でバックルって辞めました。おいおい、なんかひやちゃんが行くところ並べられてる。いや居酒屋行かん居酒屋行かん、この年で居酒屋行ってたらもう世も末だよ。職場恋愛多め、なにそれ、なにそれ、ちょっと聞かせてお姉さんに。塾講師のバイト、なんかっけえんだけど、なんかいいな、いいな。焼肉屋さんでバイトしてお客さんの残した食べ物をバレてクビになりました。何やってんねん何やってんねん、おい。なんか私中学2年生からエイトに入って、バイトって大体高校生、高校1年生からとかじゃないですか。だからどっちみちバイトはもうできないんですけど、そう、牛乳屋でバイトしてたの。へえ、なんだそれ、牛乳屋さんでバイト、絞るってこと？2回でアルバイトして余った高級、超高級ステーキ肉もらった。へえ、なんかいいな、やっぱ結構友達がバイトしてる子が多くて、そうバイトしてる子が多くて、で友達のバイト先に行って冷やかしに行くんですけど、よく迷惑な客。一番今何したいとか、いや普通にレストランのホールとかやってみたいんですよ。レストランのホールとかアパレルショップとかやってみたくて、すごくやってみたい。そうけどなかなかね難しいんですけども、だってもしその副業 OK とかだったとしても、学校終わるのがまあ4時だとして、そっからお家帰ってきて4時だとして、そうでもショールームが、まあ、いつも9時半からじゃないですか。でもバイトってそんな近くでできるとこ、まあ、あるけど、あそことかあそことかあそことかねあるんだけど、1日3時間とか4時間とか多分入らないといけないじゃないですか。そうなってくると、あ時間ねえなみたいな時間ねえなと思って、どっちみちだからできないんですけれども、うん、ホールやってみたいのよ、めっちゃ。レストランの制服ありのところがいい制服ありのところがいい、絶対楽しいなと思って。あそうそう、スタバの店員さんとかもね、だから大学生になって副業が OK になって、
時間がもしあればスタバのバイトやってみたい。メニューちゃんと聞ける？メニュー 5回ぐらい聞き直すもん。え？ちょ、わん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 、あー、くくくくって感じです。そう、いらっしゃいませとか、いらっしゃいませ、お席、お好きな席どうぞって言ってみたいよ。のも、あ、なんてかプラペチーノですね、お名前を聞きしてよろしいですか、あ、素敵な名前ですね、あ、今日楽しみにしてくださったんですか、この新作してみたい、してみたい、してみたいですね、憧れちゃう、やっぱり憧れます、すごく。いいな。あとなんかアパレルもでもしてみたくて、なんかあのお客さんに似合う服を探したい、探して可愛くしてあげたいとか。でもあのメイクショップ、メイクショップのメイクショップの店員さんもいいなと思って、なんかメイク初めてなんですっていう方とかにメイクを教えてあげたい、この色とか絶対似合うと思いますよって言いたい、したい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 。でもやっぱりさ、バイトってどうやってなるかって言ったら、やっぱあの面接じゃないですか。面接、面接みんなやったことある？面接、面接受かんないとさ、やっぱりバイトできないじゃんか。ちょ、将来のためにちょっと面接についてみんなに教えてほしい。でも面接ってさ、落ちることなくない？落ちることなくない？そんな、だってバイト募集してるんでしょ、向こう。バイト募集してるんだったら落ちることなくない？ファストフード店には興味ある？あるよ、全然ある。だってファミリーレストランとかでバイトのホールしてみたいもん。普通に落ちる。そうなの？そうなんだ。そうなんだ。なんで募集してるのに、向こうも。へえ。どんどん落とされる。おい。おい。おいおい。向こうの出勤条件とかも、あ、なるほどね。人とのなりを知りたいから面接あるんだよね。いつもの部屋に転んで息も落とされる。なんでや。部屋の猫かぶんのうまいから大丈夫。猫かぶんのうまいから大丈夫。面接いける。あ、よろしくお願いします。時給は、3万からでお願いします。週1日入れればいい方だと思います。あ、でも1日2時間は2時間以内でお願いします。あと制服は一番可愛いのでお願いします。はい、お願いします。あの学業優先なので、あのテスト期間とか平日は入れません。土日の、でも土日も友達と遊びたいので、月にまあ3日くらいでお願いします。こんな感じ。お願いします。これ受かるっしょ。任せて任せて。任せろって、超得意だから。愛嬌があるから絶対に受かる。本当？今のでも？今のでも？店長さんすごい可愛いですね。可愛い。待って、こんな店長、優しそうな店長さんと一緒に働けるなんて、受かったらマジ超天国ですね。頑張ります。
こんな感じでしょ。まず面接挨拶行って、まず店長さん褒めてからの店長さん褒めてからの、あ、ホールがキッチンだったら、まあ、あの私接客の方が得意なので、まあ、接客したことないですけど、だから、うん、ホールがいいかなと思うんですけど、え、店長さんどっちなんですか。あ、どっちもなんですか。すごい、どっちもできるんですか。まずバイトに行ったら店長さんを褒めます。そしてこんな店で働けたらすごい最高だろうなということをアピールします。そして自分のちょっとあのこれは言ってほしいやつを盛り込んでからのからの、まあ受かるみたいな、そんな感じです。お世辞落とされる。そうなの、そうなの、お世辞落とされるの、マジで、マジか、そっか、マジか、マジか。メイド喫茶、メイド喫茶の受付、受付ならできるけど、メイド喫茶もやもやキュンできないからさ、変なしてもらう側だから。ご主人様、本日もひなにゃんのためにお店に来てくれてありがとうだにゃん。はあ、どっちかというとモヤモヤされたい側だからな。でもなんか友達が言ってたんだけど、あの面接はポニーテールをして、あのノーメイクで行った方がいいんだって。メイクするとしてもめっちゃ薄く、なんかノークもらった、うえー、あー、うおありがとうございます。お、ゆうひさんだ、ゆうひさん、あのミラクルボールありがとうございます。ありがとう。野球場でビールってなんだっけ、それ売り子、売り子さんだっけ、売り子さんだっけ、売り子さんだよね、売り子さん。でもそれ楽しそうだよね、楽しそうだよね。ミラ、あ、ミラーボールだ、そうだなんて言った、部屋のミラクルボールって言った、ミラーボールですね。訂正とお詫びのお知らせ。売り子さん、売り子さんか、楽しそう。高校生は基本メイクしない方が好感持たれてる。ポニーテールしてノーメイクで行くって言ってた、バイトの面接は。明日ね、クリスマスデート用のねメイクを取ろうと思って、みんなとクリスマスデートするじゃん、じゃんじゃんじゃん、だからそれ用のメイクをアップしてクリスマス頑張る女の子を応援しようっていう TikTok を撮ります、明日は。だから考えてるの、今どんなメイクがいいかなと思って。でもなんかクリスマスデートの定番だったとしたらやっぱイルミネーションじゃないですか。だよね、イルミネーションってさ夜じゃん、だからあんまりあの濃いメイクだとなんかイルミネーションの光ですごい怖い顔になっちゃうから、ラメラメ、キラキララメラメルンルンみたいな感じのメイクの方がいいかなと思って。だってさ、イルミネーション光やんか、で光でさ目がさラメでキラキラってしたら可愛くない、可愛くない、可愛いよね、ねえ熱ねえつって、24、25、25やと思います。鼻筋で25がいいかなって思ってます。あと1ヶ月でクリスマスが早いな、それならめっちゃ早いんだけど、マジで今年はサンタさんに何頼もうかな、な、可愛いですでしょ、でしょ、そう、ここにさキラキラキラ、じゃあ俺もキラキラルンルンでいくわそうしよう楽しね、楽しみだね、ヒナナも一人でイルミネーション行くから、あのマフラー巻いて
みんなも一人で行ってね。12月のお話し会サンタさんになるの？どうなんだろうね。どっちがいい？サンタさんがいい？みんながサンタさんがいいって言ったらサンタさんで行くし、私服がいいって言うなら私服で行く。どっちがいいですか？まあ、でも私服がいいよね、みんなね。ねえ。サンタクロースみたいに可愛い。それサンタクロースって可愛いんだ。トナカイがいい。あ、トナカイがいいの？トナカイがいいの？そうなん。トナカイにするじゃん。全身もう顔面も茶色く塗るからね、そんなことしたら。ナースコスプレ、ハロウィンか。いや、バレンタインか。いや、お正月か。ワンショット当たってるよ。え、ワンショットとかあんの？リモート、あ、スクショするの。え、それすごない？時代の変化やばくない？へぇ。クリスマスツリー、クリスマスツリーお家ありますよ。下に。もしかしてインスタ見てないの？部屋の。もう深く傷ついたんだけど。今日もあげたい。ふん、もういいし、もういいし。クリスマスツリーはって、クリスマスツリーインスタ見てたらわかるじゃん。もう知らないからね。見た？あ、もう。では皆さん、今日のインスタ見てくれた方いますか？いましたか？今日のインスタいました？今日の、今日あげたインスタ、7時にあげるっつって7時4分にあげたやつ。例えばしい方、お、見てくれてる。うー、見た。お、は、はい。お、まだ見て。夢じゃない。見てない方がいる。もういいよ、もういい、もういいよ、もう怒った、もう怒ったよ。もう怒った。めっちゃ痩せた。痩せた。気づいた？気づいたの？やなちゃん痩せたの。引き笑い。人事100回見るかゆるちって、ゆるちゅ、ゆるちゅ。はあ、危険な後はいいの見てきた。お、えらいぞ、えらいぞ。今日壊す限界突破、パリーン。じゃ、 TikTok 見た？今日あげた、見ましたか？今日あげた TikTok。ピッ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 、なんとかかんとか。見ましたか？今日あげた TikTok。 今日ね、あげたの、あげたんだよ今日。 TikTok やってるの？さよなら。もうね、いいよ、もういい、もういい。はっ、もうすねるからね。いいの、ここで、この端っこで。もういいよ、さよなら。ふん、ふん、いいわ。
もどうせ。TikTok やってるのって言われた。たくさんあげてるのに悲しいよ。もう深く傷ついた。もう絶対に立ち直れない。もう無理。もう立ち直れない。すごすご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 。足しびれちゃった今のやつで。可愛くなったけど痩せた。痩せた。ちょっとだけ痩せたの、なっちゃん。実は。ちょろちょろい。肌綺麗。本当？本当？ヤニトラのデコルテ世界で一番綺麗。本当に？そんな。今日はいつも以上に可愛すぎない？可愛い？天狗一品。体だけ笑って。素晴らしい夜だ。こんなに素晴らしい夜は見たことがない。森だぞ。似てる。ドンってなった。ではね、5分前ということで、そろそろランキング発表したいと思います。13位キラキラボさん、ありがとうございます。12位宮城の高さん、ありがとうございます。11位夏の夏でいます。10位ブラックスターさん、ありがとうございます。10位アメジだ。9位カイシさん、ありがとうございます。8位モートネット浜田さん、ありがとうございます。7位ユウさん、ありがとうございます。6位ハオさん、ありがとうございます。5位ユンキくん、ありがとうございます。4位リカさん、ありがとうございます。3位かましろさん、ありがとうございます。2位ケンパちゃん、ありがとうございます。そして1位はドゥルル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 ルドゥンコバさんです。ありがとうございます。コバさん、ありがとう。キャッチフレーズをしたいと思います。もっともっとって言ったら奥もっとって言ってください。いきますよ。もっともっと奥もっと。ありがとうございます。笑顔と元気を届けます。広島県から来ました17歳のんのんこと奥本ひやんです。よろしくお願いします。はい、ということで皆様本日も見てくださってありがとうございました。また明日もしたいと思いますので、ぜひ見てください。それではありがとうございました。バイバーイ。今日のね、22時からもうこの後すぐだよ。この後すぐね、テレビに待機していただいて、あんたロケロケ。私はですね、あるね、とある企画をして、もうね、もう世界中で一番笑った気がする。世界中で一番笑った気がするので、ぜひね、見てくださると嬉しい。もう騒がしいメンバーなので、もう面白いのはもう丸分かりだと思うんですけれどもね、ぜひ見てくださったら嬉しいでございます。ということで、ありがとうございました。バイバーイ。インスタと TikTok もね、見てね、絶対に絶対に絶対に見てください。それではありがとうございました。バイバーイ。3210アデュー。久々のメイク配信でした。バイバーイ。